誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せてこの番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きしてざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンと検索していただきますとすぐに出てきますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。本日は生放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして今日のスペシャルなゲスト様ですが、こちら FM 技能湾でとってもお世話になっているスペシャルな方にお越しいただいています。 CM の後お話を伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。ですか。まあここまでは。はい。じゃあ BG 先行でいきましょうね。はい。はい。それやりながら喋るのは全然苦じゃないんですか。余裕です。かっこいい。おあ、早速ありがとうございます。確かに娘さん見といて。ザンスタジオ変わったみたいです。はい、画像も綺麗になりました。はい、で確かに内地よりこっちの方が明るいんですよね。うん、うん、夜は。そっか、でも5、え、まあ、4月か、まだまだ真っ暗なんですね、あっちは。向こうは、うん、ね、向こうに行くとあれですよね、うん、なんか早く日が落ちるなって思いますよね。そうそうそう、逆になんか感覚くる。うん、長く仕事できなくなる。ん、あっち行ったらなんかすごい仕事した気になりますよね。日が暗くなって。いいですね、後ろの背景がめっちゃ見えるから。しかもちょうど今から夜景に変わっていくじゃないですか。そうねえ、うん、でちゃんと、あ、始まる、はい、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は生放送でお送りしています。そして今日のスペシャルなゲスト様ですが、こちらの FM 技能湾の社長山内一郎さんにお越しいただいています。山内さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですねまあ僕が出たということで、僕の話というかね、一緒に雑談していければいいなっていう感じで、うん、さっき聞いたので。聞いたのでそんな感じでいきましょうか、はい、よろしくお願いします。だから僕がゲストって言ってるんですけど、僕の話はほとんどやらない子っていう感じなんですよね、今日はね。まあまあまあ、そうですかね。何ですか。はい、だからね、田辺さんが僕気になってたんですよ、はい、田辺さんは自分の番組を持ってるのに、うん、ほぼ自分のことは喋ってないなと。そう言ってね、いただきましたよね、この間。そう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 、やっぱね、自分語りもしていかないといけないんじゃないかな。そうね、って思うわけですよ。うん、私は別にいいんですけどね。自分のことは。どういうこと。でも山内さんがそっちの方がいいんじゃないかっていうので、やっぱね気になると思うんですよね。そうですか、うん、皆さん
うん、気にしてくれてたら嬉しいですね。そうそう、だからやっぱりねゲストもいいんですけど、うん、はい、その田辺さんがどんな人なのか、はいはい、田辺恵美子がどんな人なのかっていうのをね、はいはい、ちょっといろいろと、まあ、本当にね雑談しながらトーク、はい、日常的な、うん、カフェでする、はい、居酒屋でするみたいな、あ、いいですね、それだとちょっと気が楽です。ですよね、はい、そんな感じで話していければなと思うんですけど、はい、ありがたいですね、ありがとうございます。まずそう田辺さんっていうのは、はい、まあまあまあこっちにはね愛名字なんですよね。だからん出身は広島ということで。あ、そうですそうです、広島出身ですね。広島出身、広島出身です。広島のどこですか？広島市ですね。都会、都会ですよ。一番一番かどうか分かんないですけど、一応広島の中では一番、まあまあ大きいところあるんですけどね。あ、福山、そうなんですか。普通にまあ福山市とかも大きいし、呉市とか他に市は別にあるんですけど、はいはいはい、まあ、一番なんていうんですか、繁華街っていうかね、まあ、駅、広島駅もとかも広島市にあるし、まあそういうな飲み屋街とかですか、そういった、まあそういうのも福山とかにもあったりするけど、一番まあ中心なのは一応広島市ですね。栄えてる。はい、広島ってどんなとこですか？僕なんかねあまり行ったことがなくて。あ、そうですか。一回も行ったことないです。通り過ぎたぐらいかな。なんかこう泊まって遊んだこともないし、うーん、原爆ドームとカープしかわからない。あ、宮島忘れてますよ。宮島わかんない宮島わからないですあの海岸に鳥居があるやつ、うん、そうそうそう、それです、それです、それです。あの世界遺産なんですよ一応。それは広島県人も行くんですか？うん、いや、あんまり実は行かなくて。やっぱりな。そうなんですよ。そう、僕らが首里城行かないようなもんですね。あ、ですねですね、同じですね、うん、そう行かなくて、うん、ただなんか私広島にいる時に、うん、あのちょっとホストファミリーっていうか、あの外国人を受け入れする、うん、おー、はい、なんかそういう、はい、なんか英会話スクール、まあ、英会話だけじゃないんですけど、うん、そういった外国語スクールみたいなのにちょっと行ってて、はい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 、で、まあ、自分がホストファミリーしたことはそんなないんですけど、うん、他の家族がホストになって、はい、そのいろんな各国のこの学生たちを受け入れした時に、うん、一緒に週末に、まあ、この広島観光に、まあ、やっぱ連れていくわけですよね、はいはいはい、それでよく一緒に行ってたんですよ、この広島の観光地に。あ、はいはいはい、そうそうそう、だからその宮島も言われた通りに、そのおっしゃられた通り、うん、全然もうちっちゃい頃に行ってから全然行ってなかったんですよ、はいはいはい、で、あとはなんか友達の結婚式で一回行ったかなみたいな、久しぶりに。結婚式もあるんだ。結婚式もあるんですよ宮島で。そうそう、でなんかそのこのなんドレスとかじゃなくて、うん、この結構日本式みたいな着物系ののがあったりするんですね。良さげだね。そうそう、すごいいいんですよ。で久しぶりに行ってすごいわ、良かったって思って、うんうん、でその後にそのホストファミリーの関係でちょっと宮島に頻繁に行くようになったかなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、もうそうじゃなかったらほとんど行かないですね、やっぱり、うん、ですよね、うん、僕らも首里城ほぼ行かないですからね。ですよね、うん、なんでかね、泣き陣城跡は行くんだけどね、うん、あ、泣き陣は行くんですか？桜見に、あ、なるほどね、うん、確か桜あそこら辺しか咲かないから、まあ、見に行きたくなりますよね。そう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 、そんな感じなんですけど、まあまあ広島出身ということで、はい、広島ではどんなお仕事をされてたんですか？広島ではですね、うん、ほとんどずっと事務系ですね。事務系、はい、経理事務、うん、なんか一般事務もあるし、うん、何ですか、営業事務もあるし。営業事務？なんか営業の結構大きい会社。まあその何ていうか、営業所自体はそんな人数少なくても、まあ、うん、他に東京とか大阪にもあったりとか、そういった会社だったり、あとは、うん、まあその総務みたいなことをしたこともありますね。でも一貫して割と事務ですね。結構じゃあ几帳面な。おうちきれい、おうちきれいな方って言われます。あ、じゃあ絶対几帳面ですねうん、もうね、落ち着かないんですよね、なんか散らばってると。そう、うん、いやでも全然あれですよ、常にきれいにしてるわけじゃないですよ。でもある程度まで汚くなったらもうやらないと嫌だって感じです。潔癖入ってますか？
潔癖はないと思いますよ。あ、本当。うん。例えば、うん、まあまあ彼氏なりのお箸は使えますか、うん、普通に使いますよ。本当、うん、ラーメンは一緒に食べれる？全然余裕で食べれますよ。あ、じゃあ大丈夫だね、うん、潔癖って言われたことはないですね。あ、そうなんだ、うん、ないですないです。几帳面なだけっていう。そう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 、なるほど、うん。そしてそんな田辺さんがなぜまた沖縄にやってきたんですか？まあ、これはちょっといろいろストーリーもあるんですけどね。それを話すともう5時間ぐらいまあそこまではかからないんですけど。そうですね、それをじゃあ3分ぐらいにギュギュッと凝縮しましょうか。まあいろいろちょっと、まあ、離婚したのもあって、離婚してるんですね、はいはいはい、私。バツ1、バツ2、そうです、3、いや1です、1です、 1です、はい、はい、のもあるし、うん、あとちょっと体調がちょっとすごい悪かった時期があって、広島で、広島で、うん、ですごい仕事とかめちゃくちゃやりがいがあってめっちゃ楽しいんですけど、はい、なぜか体調悪いみたいな。へー。でなんかそういう時期があって、うん、で首のヘルニアもあるんですよ。あ、はいはいはい、そうで、ジムがちょっとしんどくて。あれきついな、首ね。いや、首のヘルニアマジ辛いんですよ、うん、そうで、そのジムをちょっとするのがちょっと難しくなった。めちゃくちゃ我慢してやればできたかもしれないんですけど、うん、もうパソコンに一日中向き合うのがもう超しんどくなるんですよ、あれ。はいはいはい、はい、そうで、それでちょっと一回、うん、体を休めてみようかっていう、はい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 、これはじゃあ会社をもう離れたいっていう。離れたくなかったです。本当はいい会社だったんですか？めちゃくちゃいい会社で、本当に社長がすごい、なんていうんですか、社長はこの広島営業所にはいないんですけど、うん、はいはいはい、なぜかこう見てくれてるっていうか。へー。なんかカメラとかあったんですか？それはないと思いますけど。なんか今あるらしいですよそれはすごいよね。いや、そんなことする社長じゃないので。あ、本当？なんかあるらしいですよ。そうなんですか、今はね。やりにくいですね、なんかそう、だから大変って言ってた、うん、ね、ですよね、うん、昼飯とかもさ、気が抜けない。そう、うん、かわいそうだなと。嫌ですねそれ、うんうん、そういう感じではなく見てくれていた。そう、それで本当に給料も、うん、もうめっちゃ上がってたし、こんなに上がっていいのっていうぐらい上がってたんですよ。でボーナスもめっちゃ上がる、めっちゃっていうか、まあその自分が思っているよりかは上がるみたいな。ちなみにどれぐらいですか？3倍ぐらい3倍とかではないですね。でも普通はこんなに、まあトントンか2倍でしょ。2倍とかだったかな、そこまでどうだったか覚えてないですけど、まあでもトントンとかちょっとなんね、まあ1万とか2万とか上がったら、はい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 、それでもいいかなっていう感じだけど、うん、もうちょっとそれより上げてくれたりとか。ほうほうほう、嬉しいじゃないですか。嬉しいですよね、うんうん、で別に何のスキルも持ってるわけじゃないのに。まあでもジムがいないとやっぱりね、会社が回らないっていうのを、うん、多分ね社長は知っていた、うんうんうん、まあどこの社長も知ってると思いますが、うん、すごい大事にしてたんでしょうね、うん、いや本当にもうこの会社で一生やってくって思ってましたね。へー、うん、だけどやっぱ体調悪くなって、体調悪くなって。これなんで首のヘルニアになったんですか？ストレスとかじゃなくて。なんかやっぱ職業病みたいですよ。あ、そうなんだ。そう、なんかずっとジムやってたから、うん、なんか姿勢も悪かったのかもしれないんですけど、うんうん、なんかそういうふうにお医者さんには言われましたね。だからそのこの安静にしてたら、うん、結局あれじゃないですか、画面が切り替わる画面切り替わるぐらいでうろたえないでくださいちょっと急にアップになったからやっぱねちょっとね、どんな人だろうというのを見せたくて、うん、なるほどなるほど、うん、そうだから、その首を酷使しなかったら、うん、よく、まあ、普通によくなるって言われて、はいはいはい、でだから、まあ、ちょっとやめることになって、うん、その後ちょっとしばらく仕事してなかったんですよね、うんうんうん、その時確かにすごい普通に戻ったんですよ。あ、うん、で寒い時とかだけちょっと、はい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 、あれっていう感じなんですけど、ちょっと痛いぐらい。そう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 、うん、でも劇的には良くなりました。なるほど、うん、それで沖縄に来るっていう感じなんですか？
それでちょっとこのいろいろあって、まあ沖縄にねちょっと一瞬一瞬っていうか、まあ旅行よりはちょっと長くこっちに滞在したんですよ。ちょっと体を。その前は知ってたんですか？沖縄です。うん、旅行では来たことありました。何回も？何回かな。でもまあ離島とかも含めたら本土はでもそんな。離島、離島から？あ、離島、あの宮古とか石垣も含めたら何回かはありますよ。じゃあいいとこだなっていうのは思ってたんだ。もちろん。へ、いつか住みたいって思ってました。あ、そうなんだ。うん、いつか住みたいっていうか住めるわけないよなって思いながら、はいはい、どっかで住めたらめっちゃ幸せだなって思ったんですよ。へ、そう、なるほど。そう、うん、それでも退職を機に、退職を機にこっちに来ようと。そう、一回まあちょっとこっちで旅行よりも長めに滞在したことがあって、うん、その経験から、うん、あ、沖縄って住んでもいいとこなんだなって、はい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 、それは分かったんですよ。うんうん、で一回帰ってまた広島で再就職しようって思った。あ、はいはいはい、そうそうそう、はいはい、思ったんですけど、うん、なんかどうにもこうにもやる気が起きなくて。あー、なるほど。もう沖縄のことが忘れられなかったんですよ。はい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 、はい、うん、でその沖縄で働いてみようかなって思ったのは思ったんですけど、うん、ちょっと調べた時にこの収入と家賃とかが、うん、ちょバランスがちょっと自分ではやっていけれないってちょっと思ったんですよね。沖縄で、沖縄で。あ、まあ収入低いですからね。いや、のでジムだとまたやっぱりちょっと収入が、うん、まあ確かに、うん、手取り10万とかだからね。そう、でも家賃5万とかじゃないですか。そうだね。そうだから無理って思って。選ばなければ2万とかありますよ。あのトイレとか共同だけど。あ、でもやっぱちょっと嫌だ。嫌ですね。そうよね。俺でも嫌だから、ね、なるべくなら選びたくない。おじさんの俺でも嫌だから女性は余計嫌ですよね、お風呂共同とかね。うん、うん、そう、それでなんかまあだったらその経済的に余裕がある広島の方がいいのかなって思って、あのまあ、広島で普通にね、はい、もう一度働こうって思ったんですけど、うん、どうしても忘れれなかったんですよ。はいはいはい。で、まあ、まあね、離婚したことでなんていうんですか、やっぱり一人になってね、うん、まあ、心の整理とかもつき始めた頃だったので、はいはいはい、まあ、なんか楽しくはなかったんですよその時。人生が。そう、はいはいはい、まあ、離婚してるしね。そうそう、その時、あ、今自分人生の底だなと思って生きてたので。ただほら、うん、離婚って結構どっちかはすっきりしてよかったりするじゃないですか。うん、田辺さんは嫌だったんだ。何、うん、なんでしょうね。長かったんですよ付き合って。ああ、うん、もう体の一部みたいな。そうそうそう、10代の頃から付き合ったので、その人と結婚したので、なんかもういるの当たり前みたいな感じだったので、はいはいはい、まあその人がいなくなって、なんていうんですかね、後悔ではないんですけど、うん、でもやっぱり体のこのね、ほんと半分がなくなったみたいな、ちょっと喪失感みたいな、うん、はありました、うん、やっぱり。あ、向こうから離婚は切り出したんですか？向こうがっていうか、まあお互い、まあきっかけはね、まあ一番初めにそれを口にしたのはまあ自分かもしれないけど、うん、まあでも、まあ、お互い様ですよ、ね、お互いいろいろあるからね。お互い様。離婚に関してはね。この男女の別れに関してももうね、理由なんつうのは、そうですそうですそうです、それぞれがありますからね。うん、うん、そっか。そうで、うん、この僕はですね、はい、そのずっと、いや長い人もいたんですけど7年とかね、はい、うん、まあ、結婚した結婚生活も10年あったんですけど、うん、この10代からずっとこの一人っていうのがすごいなと思うわけですよ。10代から一人ずっと一人なんですね。お付き合いしてそのまま結婚したっていうから、うん、あー、なるほど。もうずっと一人の人じゃないですか、うん、それが逆にすごいなと思っていて、うん、なんかそこでなんていうのかな、あれとかなかったんですか、他も見てみたいではないけど。いや、普通にご飯食べに行ったりとかありましたよ、うん、男性と。でも別にそこでもその前の旦那さんの方がいいなって思ってたんですよ。ああ、はい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 。じゃあ結構好きだったんだね。いや、結構好きでしたよ。へえ。うん、
で、まあまあまあそれもきっかけの一つでこっちに来ましたと、うん、まあまあそれ離婚して、うん、そうそうその後に来ました。はい、そう。どうですか沖縄。沖縄来てよかったです。それ今来てどれくらいなんですか。もう丸4年経ちましたね。4年半とかですかね。うん、4年半って結構長いですよね。長いんですかね。なんか帰る人もいればもう20年ぐらいいますとか。だから帰る人は結構すぐ帰るから、1年2年ぐらいで、うん、やっぱね理想と現実がありますから、うん、どうしても理想を見がちじゃないですか。僕も東京に憧れて行ったことあるんですけど、 うわ嫌だって。あ、そうなんですか。そうそうそう、だって毎日あんなさ満員電車とかに揺られてさ、もう人の住むとこじゃねえと思いましたから。本当に。どれぐらいいたんですか。3年ぐらい。うーん、だからここで働くのは嫌だなと思って学生時代に行ったんですけど。うーん、なるほど。だから毎朝さあんなぎゅうぎゅうなあれに揺られて、で帰りもあんなでしょう。1時間ぐらい。だけどそれよりも他の楽しさが上回るとかはなかったんですか。なんかもうそれがねとっても俺は嫌だったんですよ。なんかやっぱりどっかでこう自由にこう帰るも自由行くも自由みたいな、車の生活だからこっちは。だからもうあのこう決められた感じがとっても嫌で、へだから相当合わなかったんだろうなと思うんですけど。だからその全然違う環境じゃないですか。うん、そうですね、うん、だから慣れてこう4年経った4年半経ってるんだったら結構慣れてきてて、うん、そうですね、割と水が合う感じなのかなと推測されるんですが、いかがですか。うん、そうですね、私はね合う方だと思います。合う方、合う方だと思います。几帳面な人が沖縄に合うっていうのかな。いやだからいいんじゃないですか。几帳面だから几帳面じゃない方に引っ張っててくれるのでバランスが取れるんじゃないですか。でも最初とかさイライラしなかった。その時間も別に守らないでしょ。でも沖縄の人って、うん、あの大勢の例えば送別会とか、はいはいはい、そういうところになったら、うん、確かに時間通り来ないっていうのは思ったんですけど、うん、個人的に2人で遊ぶとか3人で遊ぶとかだったら、はいはい、別にそんな送れないですよね。まあね、まあ、人によりますけどね。それでも遅れる人は多いと思いますよ。あ、そうですか。でも私いや別に今までそんなのあんまりなくて。あ、そうなんだ。そうだからそこに関してはまあでもみんなで集まる飲み会の時には多少遅れていくっていうのはもう学びましたけどね。あ、もう今は遅れていく30分ぐらいお立派にうちのうちになってますね。30分基準ですからね。30分基準ですか、うん、嘘本当。俺はねでも大勢でも全然一人で行って一人で飲んでるんですけどね。まあ気長に待つかみたいな。なるほど。そうそうそう、全員が知れた仲間だったら別にいいんですけど ね、 ね、 ね、そうじゃないかったらちょっと気まずいっていうのありますね。まあまあね。じゃあ本当に完全に慣れてきてるんですね。まあまだね地理とか分かんないところもあるし。おう、なんか来てますね。ムーさんこんばんは。基本10分前行動。あ、偉い。飲み会は20分前行動で先飲み逆に飲み会が20分前行動なんですね。ちょっと20分前行動長くないそっから30分遅れていくから50分前に飲んでることになるから。もう酔っ払いますね、もうね。みんなが来る頃にはこんばんは、初見です。まんまるシェフさん、素敵なメガネ女子がいると聞いてやってきました。 ありがとうございます。沖縄のゆるさはいいですね、ということです。はい、いいですよね、うんうん、いいですよね、うん、まあまあ離婚してきて、うんうん、まあもうそろそろ馴染んでて、うん、ということですけど、うん、なんだっけ、今なんか好きなこととかありますか。好きなことですか、うん、なんかみんながへーっていうようなことは特にないですけど、うん、まあ、普通にもうこの4年半ぐらいいるんですけど、うん、毎日海に感動してますね、未だに。へー、うん、未だに感動してます。海海どんなとこが。で
めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。あ、まあ綺麗だけど。うん。で、私の家オーシャンビューなんですよ。へえ。だからそっから朝バッてカーテン開けた時に見える、うん、もう海のまた色も違うし、空の色もまたそこに含まれるし、なんかねそれを見るだけで毎日ね、なんか今日も起きれてよかったって思うんですよ。ちょっと恥ずかしいけど、なんかやばい、なんか病んでるんですか。病んでない、病んでないんだけど。そうですか。病んでないけど、はいはいはい、なんかこんな場所に入れるっていうのがもう幸せだなと思って。へー、そう、やっぱこれは僕ら側は分からない感覚でしょうね。ねって言いますよね。なんか分かんないよ。だって本当沖縄の人でこんな毎日海見てそれがいいって、うん、俺には分かんないとか言ってくれる人とかいます。分からん、全然分からん。そっちがその意見がよく分かんないですね。そうよね。でもね、うん、あの確かに離島とか行ったらうわすげえなと思いますけどね、うん、海の綺麗さは、うん、この辺はもう慣れてるからね。いやいやいや、でもあの海中道路の先の宮城島とか、ああ最高よね、うんうん、あそこのヌチマース工場から見えるあそこの海はやばいですよ。確かにね、うん、やばい。そうですね、うん、はい、拾っていっていいですか。あ、どうぞ。コメント、あ、はい、ムーさん、その分の飲み代は飲み会に含まれます。悲しいですね。いいですね。でも行くっていう、だから自分の50分分の一人の飲み代はみんなで折半だから得してるって、うんうん、そうか、逆に、そっかそっかそっか、そういうことか。そうあ、だからだ。なるほど、逆かと思った。そう、そして沖縄大好きさんも来てます ね、 いいすね。おはよう、こんにちは、こんばんは。まんまるシェフさん、事前の飲みを練習と言って本番いきなりスパートかかるのが秋田県の飲み方。へー、面白いね。うん、あ、そうなんだ、面白い。県によっていろいろあるんです ね。なんか広島は結構飲みそうなイメージだけど、うん、どうなんでしょう。でも私は、うん、まあ、私広島と沖縄しか知らないから、はいはいはい、それはデータはないんですけど、うん、沖縄の人の方が平均、この飲みません飲みませんっていう平均値は高い。飲みません、うん、だからあのお酒飲めるとか、例えば強いとかって言って、いや強くないです、強くないですっていう割に飲める、そのなんていうんですか、平均値、わかります、が沖縄の人の方が若干高いと思う。あ、そうなんだ、うん、そう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 。広島もね、ガンガン飲みそうだけど。ちなみに田辺さんはお酒は好きですね。好きそうよね。ね、ムーさんもお酒強そう。うん、みんなに言われます、すごい飲みそうやっぱりって言われますね。なぜか分かんない、うん、自分では何でか分かんないですけど。なんでしょうね、なんでなんですかね。田辺さんのこの雰囲気ってなんでしょうね、うん、不思議だね。自分じゃ全然分かんないです。そうよね。僕も初めて会った時に、あ、うん、なんかこの人は確かにお酒飲みそうだなとか。初めてからですか。そうそうそう。ちょっと話した時にね。ちょっとだけで。そうそう、パッて見た時ではなくて、話した時ですけど。